ざわざわかきまきです。今日はお化けが出るって噂の旅館に泊まりに来ました。ほーこんな感じの部屋か。なるほどね。ちょっと待ってね。うずしよ。はいは？もうじゃあ怒ってるねこれ。うん、これ心霊現象ですか。危ねえ。ハイエねえ、怖え。え、これハイエってこと？え、どこで寝ればいいの？こっちマッチは。いけ。ちょっと待って。落ち着けお化け。落ち着いて、お化けちゃん。落ち着きなさい。いやー、なにゃこれ、見えてますよ。こじまってすごいことになってるんですけど。どっちやー、怖えー。あー、椅子がやべー。いやー、心霊現象あるからさ、ただで止まりたけどさ。これさ、どういうこと？こじまってがかわいすぎるって、こと？巨大。こんなところ止まれない。むむむむむ。だってさ、見てください、ここ。旅館といえばこのスペースなんだけど、もう目がチカチカするわ。物ぶつかってくるわ。お化けだから透けてるからさ、痛くねえわ。おいおいおい、落ち着きなお化け。こじまちが可愛すぎるからって、そんな暴れなくていいんだよ。本物の布団はどれですか？君たちお化けやろ、全部。では今からこじまち、心霊探検系 YouTuber になりましょうか。ふむふむふむ。今日の旅館はこちら。もう Vlog 撮ろうって思ったのに。なんやこれ、なんか、なんもねえじゃん。つらか。お化けつらか。お？むむむむむむむ。あ、こっちになんかあるじゃん。ほら見て。こっち。これはあれか。中にお風呂あるけ？これ、あー取れない。あれ、なんもなくないこれ。あ、トイレさんとかお風呂とかもあの逃げてます？おいおい、入れんじゃねえか。トイレとお風呂逃げられたらもう、旅館の意味なくない？あ、洋服。どもちゃん、逃げないで。逃げないで。こっちまちも裸かんぼさんよ。ここがお風呂です。暴れております。やべ、こっちまち金縛りで動かなくなった。動けねえ。くー。あげ。幽体離脱しとる。おっきょう。あげ。あげ。ちょっとこっちまち。こじまきの体が、ああ。はい。ああ、なんだ、夢だったか。ってなるかと思ったけどダメだ。別の部屋来たけどダメだったわ。この旅館がもうダメだ。ああ、ああ、騒がしい。こんな喜ぶこじまき来たら。旅館がダメじゃないで、こじまきがダメってこと。あ、ちょっと待って、今ならお風呂入れるんじゃねえ、ワンちゃん。よし。あった、指にある。ふい、入った、入った。お湯がね、おー、悪くない景色なのに。悪くない景色なのに。悪い景色だ。こじまってること可愛いと思う人は、チャンネル登録と評価よろしくね。それじゃあ、ならね。会場、こんなところ行ってられんわ。